学校給食は山形県鶴岡市が発祥の地と言われています。1889年に恵まれない子どもたちにお昼ご飯を提供したのが始まりと言われています。日本の給食は海外の給食と違うところもあって、とてもその価値が重要視されています。例えば子どもたちが先生と一緒に同じメニューを毎日食べているところは特徴的です。一緒に食べることでマナーを学んだり、郷土料理について互いに食べて共有しています。例えばマナーについては、昔はこのような先割れスプーンを使って子どもたちは簡単に食べられるように工夫がされていました。でもこれだとお箸の使い方が学べないので、今では週3回はお米のメニューが入っていますので、このようなお箸を使って食べることが増えています。で、このお箸を使う使い方もマナーとして学校給食で学ぶことができています。画面に示している表は、日本で学校給食がどのくらいの割合で食べられているかを示しています。全国平均では小学校で 98.5% の学校が学校給食を取り入れています。中学校は少し下がりますが、 86.6% の学校が学校給食を実施しています。山形県を見てみると、どちらも全国平均よりも高い割合で、小学校ではほぼ 100%、 99.6% の小学校で学校給食が実施されています。中学校は少し下がりますが、それでも 96.9% の学校で学校給食が食べられています。特に山形県の給食は、山形県で採れたお米を給食の中に使うようにされています。このビデオでは、山形県の給食にどのような人たちが関わっているか、インタビューなどを通して見ていきたいと思います。初めて見た、美味しかった、今日は給食のこたつ食べました。で、一番嬉しいのはやっぱり今日初めて見ましたというのと、給食残らず食べましたっていうのがね、今まで給食の先生方も残し困ってですって、で今日実際の生産組合の人が来てくれて説明したら、今日は足りないくらいでした。で、10年くらい前からだね、その前からやってたんだもしれない。はい、人参、キャベツ、大根、じゃがいも、4種類です。台風来ても雨降っても何しても学校給食だけはカッパ来ても出荷しなきゃいけないっていうのが一番大変です。いわゆる食べるものについては全てのものにストーリーってあるんですよ。で、これは原材料はこれで、ここはどういう、例えば種をまいて、芽が出て実になってとか、そういうストーリーがある。そういうものを考えながら、召し上がっていただくと、さらに美味しいんじゃないのかなと思います。醤油と言っても、濃い口醤油と薄口醤油と、それから味噌を納入させていただいてます。醤油も味噌もいわゆる菌が働いてできるものですから、気温、湿度、いわゆる天候に左右されてしまうんですね。それを同じ状態にしてあげるために、いろんな温度を上げてあげたり、今度冷やしたり、そういうことをしなければいけないというのが大変なことじゃないですかね。この中に入っているのはお味噌になりまして、まあ、米と大豆を蒸したりふかしたりしながら、お塩と合わせて、よくかき混ぜて、こう
敷き詰めて、中に空気が入らないように敷き詰めて、あと重しをかけまして、熟成ある程度寝かせる期間を取ります。やっぱり今のその異物混入とか衛生関連というのが昔から変わってきまして、より安全な食品ということで、こういうふうな FRP タンクに切り替わってます。なるべく国産や山形県産の食材を使用するよう心がけています。生産状況や価格によって使用が難しいこともあるのですが、地産地消にこだわった食材選びを行っていきたいです。雪若丸献立を実施させていただきました。山形のブランド米である雪若丸を使用した献立になります。雪若丸は魚料理ともよく合いますので、ホッケの塩焼きを合わせました。また山形県産の牛肉を使用したハヤシライスも提供させていただきました。とても美味しい牛肉でしたので、子どもたちにもとても好評でした。節分献立を実施させていただきました。節分にちなんでイワシやフクマメ、菜の花を取り入れました。給食を通して日本の伝統や食文化を知ってほしいという願いがあります。その他にも山形県の郷土料理である芋煮ですとか、納豆汁を取り入れた七草献立、ひな祭り献立などを実施しました。金棒の煮物やもってきくのおひたし、芋煮や納豆汁など、子どもたちには食べ慣れない料理が多いかもしれませんが、だからこそ学校給食で伝えていきたいと思いますし、これからも提供し続けたいと思っています。生産者の顔が見える給食作りに挑戦していきたいです。給食を支えてくださっている生産者の方と子どもたちをつなぎ、子どもたちの食に対する興味関心や地域への愛着を深めていけるような働きかけを行うことが目標です。山形県の地場産率、県で採れた農産物が使われている割合は 27% 程度になっています。スライドに示しているのは各県の学校給食でどのくらいの地場産物が使われているかの割合を示したものです。全国平均では 26% となっています。山形県よりも高い割合を示している県も多いので、山形県で採れるたくさんの美味しい食べ物をどんどん学校給食に使ってもらえるよう取り組みを進めていきたいと思っています。スライドに示しているのは山形県における地産地消率を上げるための取り組みです。一つ目には交流給食を推進しています。児童生徒が農業や食文化を理解してもらうために、地元の企業や農家さんなどの人材を活用して一緒に食べるような給食の取り組みを支援しています。1食あたり150円補助が出ています。また2番目として地産地消の取り組みへの支援です。地元の野菜などを使った給食を出した場合は1食あたり5円、あるいは33円といったようなお金の補助が出ています。そして目標として令和6年には学校給食で交流給食を実施した割合が 100% になるように目指しています。私としてはまだまだたくさんの食文化がありますので、給食を通して紹介していきたいと思います。例えば山形市ではこのような凍み大根というものが作られているんですけれども、これは大きい大根を戻して切って料理に使わなければいけないので手間がかかるんですけれども、今山形県の栄養士さんと考えてこれが給食に取り入れられないか工夫をしています。皆さんもこれから給食を食べるときに、どこから運ばれてきた食材か考えてほしいと思います。また、給食を通していろいろなことが学べるので、どんなことが学べるか、どんな発見があるか考えてみてください。国産のものをいっぱい食べてもらって、私たちの農業者を助けてもらいたいなと思っております。
要は山形の食材というのは美味しいじゃないですか、何でも。それはもうよその地域にも誇れるものがたくさんあって、それを使って給食を作るわけですよね。よくそれを理解した上で美味しく召し上がってもらいたいなとは思うんですけどね。初めて食べる食材や食べ慣れない料理が出ることもあると思いますが、まずは一口チャレンジしてみましょう。きっと食の新しい発見ができると思います。そして学校給食が山形県の魅力をさらに知るきっかけになれば嬉しいです。